チーム名と監督さんの名前をお願いします。はい、千葉県館山市にあります館山リトルエンジェルス、代表監督の松坂誠一です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段の練習場所というのは大体どのくらいですか？はい、私どもは館山小学校のグラウンドおよび、館山市民球場を使用して、練習を行っています。監督さんに就任されたいきさつというのは？はい、私今年で47年目を迎えます。日頃各地区内で遊んでいた子どもたちが野球をやりたいということがありまして、じゃあ私が面倒見るよというところから始まりました。じゃあもう本当にチームを作った監督さん？はい、私が創立者です。最近の主だった成績を教えていただけるでしょうか？はい、館山市内大会、とりあえず5連覇と、あと各阿波郡内の大会があるんですが、ここでは優勝準優勝で、あとこの IBA 大会は昨年は3位という成績を残しております。はい、ありがとうございます。チームのなんかスローガンみたいなのありますか？はい、私の好きな言葉で、負けてたまるかという言葉があります。はい、それをチームのスローガンとして頑張っています。はい、ありがとうございます。月々の部費というのは大体どのくらいの？はい、私ども毎月、1000円で、また特別行事のために500円徴収しております。はい、泊まりの合宿とかされてますか？合宿はしておりません。はい、練習時間って大体どのくらいされてるんでしょうか？ウィークデーが火曜日と木曜日、あと土日祭日を、1日練習ということで行っております。結構練習時間も結構、はい、はい、分かりました。なんかチーム独特の練習とか、はい、トレーニングとかなんかやって気をつけたらいいですか？はい、チームがですね、小さい子が最近多いということで、遊びの十分に取り入れた、ボールを使った、大きいボールを使ったり、自然、また木を使ったりとか、土を使ったり、また昔の遊びを主に入れて楽しむスポーツをやってます。はい、じゃあなんかいろいろ野球だけじゃなくて、はい、やってるわけですね。はい、チーム出身でですね、高校とか大学で活躍された選手もいらっしゃるんでしょうか？まだ大学野球に進んで行った子がおります。はい、それと甲子園も、地元阿波校から行った時に、はい、うちのチームが8名レギュラーで行ったというのが嬉しい話題です。結構あれですか、中学で野球続ける子多いんでしょうか？はい、なかなかですね、少なくなっている中で、5割程度ですかね、やるのはちょっと寂しいんですけども。はい、例えば地元の、中学の野球部に入るとか、それから公式のチームに入るとか、どちらが割合というか。で、最近なんですが、シニアバヤリといいますか、はいはい、シニアに行く選手が1名、2名出てきてるんですが、基本的には地元、中学校、高校というふうに住んでおります。はい、ありがとうございます。体験参加ですけども、どういうのが多い？私どもは申し込みやる前に2ヶ月ばっかり体験で、はい、来てもらってます。はい、じゃあそれでなんかこう体験会みたいなのがやってられるんですか？はい、やっております。で、3年生以下はもう少し柔らかいボールを使った、はい、大会も私ども揃えておりますので、そういった柔らかいものから徐々に入って楽しむようにしております。はい、わかりました。ありがとうございます。監督さんをされて良かったことってどういうことなんですか？やはりですね、子どもたちからエネルギーをもらってる。どんな時でもですね、やっぱり頑張れるね、姿見てるとやっぱ感動で、自分自身も明日の活力になっております。最後の質問になるんですけども、これからいろいろ環境も変化していると思うんですが、これからどんなチームにしていきたいかな、はい、みたいなのがございますか？基本的に少子化も始まりまして、野球という種目は低学年なかなかゲームできません。はい、でサッカーとかはですね、すぐゲームができる。その中でやっぱり夢中になれる、楽しめる、そういった雰囲気を使
作ってもっともっと友達を増やしたいと思っております。ありがとうございました。あと今日はこれから大会ということで、はい、ご活躍をお伝えしています。はい、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。